日が昇る。あの月とともに私も如月城と運命を共にするのじゃ。姫、もはやこれまで。俺の愛を裏切るとあのように金色の十字架を覆て牢に固めて晒し者にしてやる。どうだ。確かに自動車で引いたはずの女の人が消えちゃったんだ。そしてこの家の中庭でまたその女の人の姿を見かけたんだよ。気味の悪い話ね。でもちゃんとした原因があるんだから許してあげる。いつこ甘いのね。かっこいいよ。あなたはこの花の花に誘われ私に誘われて来たのです。若さが欲しくないのか、お前は。